あの夏、声優たちは仲間と共に旅へ出た。分かったことは一つだけ。僕たちが揃えば無敵だ。みんなの絆を深めていきます。しゃーい、いただきます。お前らに行くのぞ。あ、でもすっごいいい感じ。めちゃくちゃなんか安心するというか、ホッとするというか、本当にこう家族に近いような、間柄になってるなって思うんだよね。劇場版声優男子ですが、これからの声優人生の話をしよう。今の声優って歌って踊れて喋れて何でもできて当たり前みたいな、もうちょっと流れできてるじゃん。また違うよね、この声優男子ですがっていう番組の存在って、そう